はい、どうも皆さんこんばんは、ヤンのゲームチャンネルです。ということで本日はリアタイ動画上げていきます。ということで名人に一緒ですね。一緒ということは僕は勝たないといけないということですね。ということで本日頑張っていきます。ではどうぞ。当然ながら1番バッターは村林ですね。ここでどんな打球を見せてくれるのか。まずは様子を見て、スライダーを見て、そこら辺に次は速球が、おっといけるか、オッケー、抜けた、ナイスヒット、センター前、後ろみたいなバッティングでしたね。大野さんの場合は常に速球を張って、おっとアウト、オッケーオッケーオッケー、ギリギリ危なかった。常に僕は速球を張ってるんですけど、速球を張ってるって言っても僕はストレートとツーシームの間に僕カーソルいつも持っていってるんですよ。でそこで判断します。危なセーフ、おーっと村林好走塁、ナイス。ここでガー、はい、ボール先行してるよ。どうする、パワーヒッターの村上さん、これアーティストやったら持っていってましたね。僕完全に持っていってました。さあビッグフライ、まさかビッグフライ、ビッグフライ、ビッグフライ、ライナーでした。やはり同じ名人2位として、負けるわけにはいかない。まずよいしょ、流し流し、ナイス流し、おっと哲人さん、さすが走力やばいわ。さあここでビッグフライ、落合さん2エンド2、うわゲッツーだゲーム、落合さん走れ走れ、そういやー1点取られるの、まあ覚悟ですね。飛べよ村林、積極の守備どこ行ってん。これ見てくださいよ、変化量マイナス1、これなんですよ僕の投手ほとんどが。もう古い、おっとゲッツ、あーまあまあ無理か。うわ浅村さん全出しやん、えっぐ、これ怖いな、何投げよう。とりあえず D カーブでボールを攻めて、ここで振ってくれたら、おっとえ3投、えっ3投はやばいな。あラッキー、大さんありがとうございました。ということでご視聴ありがとうございました。またコメント、チャンネル登録、高評価ですねお願いしておきます。ぜひお願いします。ではまた。